あ、オープニングか。よし、じゃあちょっと見ていこうか。うん、どんな感じのストーリーなんだろうね、これは。うん、あ、ジミー。まあ多分この後ろで寝てるのが主人公ジミー。ジェームズ、うん、What? Who are you? Mom, I thought you told me never to talk to strangers. Like I said before, Jimmy, please be nice to your new stepfather. なんか複雑な家庭環境なんだね。いや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 、楽しみだね。まあちょっとだけなんだろう、ゲームの内容は知ってるんだけど、なんかグランドセフトオートっぽいゲームというか、うん、なんか自由度が高いらしいね。でなんか今の家族とはなんかそんな仲が良くないというか、うん、まあ不良というかね、ヤンキーというか、うん、あまり真面目な子ではないんだね、ジミーは。覚えてらっしゃいって言われてるね。本当に家族なのか、名前だけの家族というかね。うわー、楽しそう。いろんな教室があるんだな。これは体育館か。うわー、なんか海外の体育館だわこれ。日本とちょっと違うよね。ブルワースアカデミー、さあここが多分舞台になる場所だね。楽しんでこい。お前のことは、大型客船から見守っててやるさ。新婚旅行か、羨ましいな。なんか銅像不気味だね。Mom, why'd you marry that phony? What is wrong with you?I can't believe this. You must be the Hopkins boy. Where'd you come from? We've been expecting you. Welcome to Bullworth Academy. I'm sure you'll be very happy here. Very happy indeed. Anyway, I can't spend my life waiting around for naughty little boys. I've got a man to make happy. The headmaster is expecting you, Hopkins.In his study. Okay. His study is over there, boy. In the main building. Don't keep Dr. Crabblesnitch waiting. He's a brilliant man. Brilliant.始まった。よっしゃというわけで、まあ、今回からね、このブリーというゲームをやっていこうかなと。あ、なんか操作説明が出てんな。校長室に向かおう。レーダーの罰は目的地だ。わかりやすい。なんかね、グラセフっぽく作られてるというか、うん、なんかね、ブリーの意味はさ、いじめっ子とかガキ大将的な意味なんだけど、まあね、ガキ大将はね、俺にぴったりの称号というか、なんかすげえ絡まれんだけど。まだ何もしてないぞ俺、うん、よし行こう。あー、すげえ女の子もいるんだね。なんかめっちゃついてくるな。やめてやめて。あ、でも何もしてこないんだ。ファールになるのかな。手は出せないんだな。ざまみろ。やばいやばい。怖い怖い。ガタイめっちゃいいわ。うん、まあ、俺も負けてないけどね。よし、ここちょ、すげえついてる。しもべ。もう早くもね、仲間ができたけど、すげえな。風格がなんかね、人を寄せてんだろうな。レーダーには三角が出る。うーん、別の階にあるときには三角が出るんだ。あ、上三角の場合は、あの、一個上のフロアにあると。オッケーオッケーオッケー。よっしゃー。楽しみだな。なんか全寮制的な学校らしくて、なんか、何、みんなここに泊まってんだよね。うん、ちょっと憧れるわ。ちょっと大変そうだけどね。トラブルメーターが溜まると、なんか怒られるみたいだね。うん、赤色の点で表示されている、要注意だ。なるほど。あ、風紀員。なるほどなるほど。誰、どれ、ちょっと確認したいな。まあいいか。ここに行けばいいのかな。お、着いた。どうも。いやー、どんな人だろう。校長、男の人かな。なんか男の人っぽいよね。あー、男の人だ。マジか。ホップキンス。あ、でも敬語使える、偉い。あ、かなり悪さをしてきたようだな。
あ、めっちゃやってんな。やってんな。なんて恐ろしい子供なんだ。15歳くらいだっけ。いやーすごいね、暴れてんね。Why should I waste my time on you? I don't know. Because it's my calling. It's what I do. You excel at causing trouble, and I excel at teasing little boys like you. At making you into respectable members. すごいね。初めて3分くらいでめっちゃ怒られるんだけど。あーでもなんか構成しようとしてんのかな。行儀を叩き込まれそう。おー、なんかコーヒーいいね。コーラコーラがいい。なんかこの二人は仲良さそうだね。もう肩触って服装を整えるって言われたな。ああくれぐれも問題起こすんじゃないぞ。オッケー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 、うん、完璧に任せて破壊を尽くす。服装。そんなわけで俺はこの最低な学校になんか来ちゃったみたいだ。なんかコナンみたいな始まり方だね。なるほどなるほど。俺を操られるなんて。あぶさぶさぶさ。新たな友、そして敵。はあ、チャプターがちゃんとあるんだね。自室に迎え。はあ、もう自由？あ、意外と俺を早く野放しにするんだね。とんでもねえ悪魔をこの学校に放ったと思った方がいいぞ。どうしよう、ここら辺めっちゃ豪華だけどね、自分の量ボロボロだったらほんと怒るよ。こっちをボロボロにして合わせるからね。統一するからな。いやでもいいね、今のとこ住み心地良さそうだよね。俺さ、その自分の家以外とかで寝るの苦手なの。旅行先とかは寝れるんだけど、これ学校の寮とか行ったら多分俺心の病になるかもしれんわ。でも今のとこ結構ね、緑もあって、うん、治安も良さそうでね。良さそう良さそう。自分が一番悪いって状況いいよね。歓迎会と行こうぜ。マジで？ありがとう、嬉しい。待って待って、指示通りに。オッケーオッケー。ロックオンして長押しで何ロック、どういうこと。あ、ロックオンしてる間はブロックになるんだ。オッケーオッケーオッケー。え、聞かない、聞いてる、すごい聞く。ちょ待って待って待って、攻撃は四角四角四角、コンボなのこれ。四角四角、届かない、腕の短さが結構きてんな。掴む、あ、掴んでパンチ。お、これはガードされない。投げ、おっしゃ、おー、オッケーオッケーオッケー、いいよいいよいいよ。息の根を止めて行こう。いやダメか、息の根は止めちゃダメ。待って待って、なんか出たな。コミュニケーションメニューに、グーパンチが表示されたら丸を押してとどめを刺せ。なるほど、これとどめさせる状態なんだね。丸、あ、相手の体力が少ない時だけ使えるんだ。あ、心が折れた。心が折れたね。でもこいつらちゃんとね、1対1なんだね。やってくれたな新入り。うわ、おい、ちょっとラグビーだラグビー。さっさと解散しろ。お前はなんで制服を着ていない。ちょっと助けてくださいよ。でもなんか理不尽には慣れてるよね、ホプキンスは。強そう。違います。わー、なんか悪そう。眉毛にね、反り込み入ってるやつって絶対悪いやつだよ。触るんじゃねえ。何者だ？なるほど。一匹狼が通用するほど甘くない。それは確かにそうだな。なんかプリズンブレイクしそうな顔だね。
レーダーの左側にあるのがジミーの体力メーター。いて、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 待て、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 ちょっと、ちょっと。助けて、助けて。まだ来てる？もう来てない？ちょっと。助けてよ。なんか自販機でソーダを買いみたいなこと言ってたね。これか。ソーダを買う。お金ある？あ、お金減る！1ドル減った。汚い。制服に着替えろと。なるほど、右上の HP が減ってるから今ソーダを買って回復したわけだね。はあ、なるほどなるほど。そして自分の部屋ここ？扉ないの？嘘でしょ？きつきついなあ。あ、着替える。似合うかね？絶対似合わないでしょ。コーディネートお気に入りなんだこれが。あ、これが学校の制服。他はあんの？パジャマ。あー、パジャマって感じじゃないけど、まあ部屋着だね。まあ3種類か。オッケーオッケー。あー、まあシャツ出しは基本なんだね。うん、オッケーオッケー。決定。なんかコーディネートを保存できるみたいだね、パーツごとに変えて。ベッドの位置もやだな。あ、なんか気の弱そうなやつが来たぞ。よっしゃーよっしゃー、みんな敵意むき出しじゃねえか。確かにな、それがブルワースさ。いいね、こういう始まり好き。ここでは当たり前だぜみたいな。ADD primarily, but also life, my parents, this school, Western civilization, but really, honestly, enough about me. Oh, ネガティブだね。I see you've met the dorm's mascot. Mascot. Ladies and gentlemen, I give you Homeboy, the girliest boy. 根性なし。ああ、いじられてんだ。Haven't you got some imaginary friends to go annoy? Oh, should leave me alone, Gary. Look at you.ゲイリーって言うんだね、いじめっ子っぽいのは。I'm really self-important now that I finally hit puberty. What's your problem? I'm just being nice to the new kids. 生き残るために話を聞こう。Inevitable journey to prison. Look, I gotta unpack. Would you guys mind getting out of here? 二人とも出てけ。Oh, now look what you've done, Pete. Jimmy can't stand you already. ピートとゲイリーね。オッケーオッケー。覚えた覚えた。3分くらいは覚えてられると思う。日記帳。ここで、なんかセーブができるのかな。どこどこここだよね。よし、セーブ完了。そして次は星のマーク。そこに行けば新しい課題が始まるんだ。なるほどね。で、課題中は日記を使えないんだ。うん、まあ、あ、扉あるじゃん、よかったちょっとね、産地が上昇したわ。いい方に上昇した。さあ、じゃあここを出たらもう課題が始まるみたいだけど、ここになんかね、掲示板を読む。文字でけえな。重要な情報を確認できる。はあ、はあ、はあ、はあ。定期的にチェックしよう。なるほど。校長室は、校舎の2階にあります。これが重要なことなんだね。よし。じゃあ課題を始めようか。うわ、なんか当たり前のように喧嘩してんな。もうこれが普通なんだね。なんかいちいち驚くのはダサいんだ。え、待って待って待って、なんか持ってる。え、漢方みたいの持ってる人いたけど、何何何何持ってんの、何持ってん何持ってんの、じょうろか、漢方、漢方薬みたいなのに見えたけど。うんうんうん、さあさあさあ、じゃあ目的地に行くか。とりあえず星のとこに行けばいいんだよね。うん、まあ主人公のジミーはなんか悪さしてここに放り込まれて、で父親と母親はなんか旅行に行っちゃったみたいだね。転校初日を開始。うん、どうなることやら。ドキドキだね。もう勘弁してよ。あ、なんかゲイリーと一緒に、校内を探索しろ。ほん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 、めっちゃ置いてくけど。とりあえずついていけばいいのね。オッケーオッケー。なんかいろいろ教えてくれそうだね。
ラッセルのロッカーだ。攻撃的な態度を取られたら誤って機嫌を取ればいい。L1 を押したまま×ごめんなさい。謝るだけじゃダメなんだ。え、お金？マジかよ。やだやだやだ。あ、でも渡さざるを得ない。いくら？わ、2ドル。あ、やだ、払ってほしい。後で覚えとけよ。筋肉つけて会いに行くかな。中のものを漁ってみようぜ。やめた方がいいって。ちょ、名義そっちね。ゲイリーの名義でやるわ。よっしゃ。あー、なんかロック解錠ができんだね。矢印の方向にゆっくり回せば。はい。え、どっちに回せばいいの？矢印的には、え、わかんないわかんない。感覚がわかんない。え、待って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 。あ、ぐるぐる回せばいいのね。あー、そういうことか。なるほどなるほど。矢印の指示に合わせて回転させると。はー、楽しいね。なんかゲームによってなんか違うね、いろいろこういう解除する動作も面白い。これはこれで面白い。長くない？てか待って、こんなぐるぐる回すもんじゃないのか。ゆっくりやる。あ、違うな。でも何回もぐるぐる回すっぽいな。これできてる？あ、できてるわ。ちょ、何入ってる？あ、キャップが手に入った。悪さするとレーダーの右側のトラブルメーターが溜まっていく。結構溜まったな。赤色になると、怒られるんだ。目撃したらそれも怒られるんだ。おい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 、お、解散。約束の場所で会おう。ゴミ箱の中に隠れてやり過ごす。やり過ごせる？いろいろ失ってるけどね。あ、これで視界動かせんだ。相当頭出してるけどね。で、トラブルメーターが元に戻れば OK と。もうなくなったね。はあ、結構いろんな要素があるね。楽しい。あ、戻ってきた、ジミー。じゃね、ゲイリー。よし、次そっちね。 OKOK。 まあ、勝てない相手にはお金を払って見逃してもらうと。これどうやって走んの？あ、罰連打か。ここら辺はやっぱグラセフと一緒だね。グラセフの操作を覚えてるのも結構すごいと思うんだけど。体で覚えてるわ。ユニス、なんか泣いてるけど。オーマイガー、オーマイガー。そこはなんか翻訳されてないんだね。話しかければ望みがわかると。基本的には、ロックオンして、なんか四角三角丸バツで会話をするみたいだね。チョコレートを取られたの。思いのほか軽いね。うん、取り返さなくちゃいけないの。結構いいやつだね、ジミーは。うん、誰チョコレート取ったの。一緒に食べたいわ。あんま好きじゃないけど、チョコたまーに食べたくなんだけどね。チョコばっかとはいかないわ。なんか頭痛くなる。あ、トイレで食ってんの。優勝だよお前。そんな食べたいのかよ。挨拶する、屈辱を与える。はあ、よし、じゃあ屈辱を与えよう。あ、弱い。チョコレートゲット。よっしゃ、大丈夫。そこまでするつもりはなかったんだけど。はい、持ってきたよ。でけえなチョコ。お、なんだ、おー、うわー。マジか。ちょっときつめだな。初日から濃いね。ちょっと助けて。食堂、ちょっとね、口の中の味をね変えたいね。いろんな味が今口の中あるから、チョコとかなんかね、人の唾液的な。早く変えたいの、早く。
濃いめのなんか食べ物でごまかしたよ。さあ食堂着いたか。珍獣どもの飯の時間頭良さそう、うん、影でコソコソやってんだ。いつも図書館にいるなんか意外とヒントになりそう。お坊ちゃまお金持ちでお高く泊まってる。へえ、でも結構いろんな層がいるんだね。全員悪いやつと思ったけど、ロカビリー、アウトロー気取り革ジャンがもうね怖いトンネルスネークだ。ガレージに溜まってんだ。体育会系支配してんだこいつらが。マジか、怖えな。もう当たり前のようにね腕相撲してっからね持て余してんな。あ、教室に向かえって言われちゃった。マジか。え、授業あんの？チャンネル登録をして最新の動画をチェックしてくれ。画面に映っているリンゴ、バナナ、イチゴ、オレンジ、ライオン、オレをクリックしてくれ。スマートフォンの人は下にあるチャンネル登録ボタンか説明欄にある URL から登録をしてくれ。